聞いてください。さっきメリュジーヌっていうことランデブーしたんですけど、めっちゃくちゃエキサイトしたんです。それなりにやるね。君が相手なら次は本気を出してもいい。なんならマスターをかけよう。それがいい。そうしよう。だってうわー、棚からボタモチ。見ていてね、マスター。空中戦なら負けないから。マスターとの関係、一心同体、ちょっと違う気がする。所有物、それも違う。恋人同士であることを示すのには言葉はちょっと難しい。